こんばんは。ちょっと抽選配信までちょっとやってみようかなと思ってちょっとつけてみました。どれがいいんだろうどれがいいかな。マックス鹿児島さん、ありがとうございます。なんかちょっとこれだと顔色が悪いみたい。うん、19時45分からってことは20分ぐらいしようかな。ちょっと待って、首がちょっと、メールしんいちさん、ありがとうございます。うほうほほさんもありがとうございます。ちょっと前髪がパッツンなんだけど、今日はいい感じかな。ゆうきさん、ありがとうございます。ちょっと待って、これ痛いの。あ、待って、服後ろ前、待って、見て、服後ろ前だった。いやー、危なっ。のだからめっちゃ首痛いと思ってたんですよ今。危な、めっちゃチクチクすると思ってて、とあ、でも今日は中にインナーも着てるからさ、インナーっていうか中に2枚重ねしてるんですけど、はあ、痛かった。あ、待って、間違ったね、危な、危な、いた。はい、メイクバッチリ。そうだよ、メイクバッチリじゃないと今日は抽選配信ね。大好きな曲っていうか AKB48 の曲は全部好きなんですけど、でどんな曲がもうすっごいダンス曲とかだったらさ、もう私もう学校休んで練習しますよ本当に本当に。きよしさん、ありがとうございます。わたぼうさんもありがとうございます。本当に本当に、そう、ね、20分ぐらいしようかな。そう、もう本当にもう、あ、久しぶりだって。久しぶりです。久しぶりに配信来てくれたみたいでありがとうございます。どうしよう、本当に絶対緊張すると思って。そう、ソロって書いてましたよね。ソロって書いてたからもうびっくりしてね。どんな曲が当たるのか、緊張する。もう難しいの来たら本当になんかもう期末テストがどうでもいいやと思ってずっと練習するかも。だってなんか大人数だったら結構なんかその中にいたらまあちょっと下手でもなんか周りの方たちが結構カバーしてくださったり、なんかそこにいるだけでね結構うまく見える。あと衣装とかで結構うまく見えたりもするんじゃないかなって私は結構思ってて、だって実際なんか私結構ダンスさ、ダンス曲とか苦手な方なんですけど、なんか結構人数がいるところに踊ってるとかまだ緩和されるっていうか、それでもすごい周りの方に比べたらもう本当に下手くそなんですけど、まだなんか一人で踊るよりはマシに見えるから
なんかもう本当に一人ってなったら、もしダンス曲が来たらさ、もうですよね、なって本当に嫌だ。もう本当になんか可愛い曲もして、でも自分への挑戦だと思って、難しい曲がもしかしたら抽選で、もう本当に抽選だから、自分、私たちも本当に何が来るかとか分かんなくて、そうだから本当にもう運ですよね。だからもしこれでちょっと難しいのが来たら、あの自分への試練だと思って頑張ります。ハヤト、あとチャマーズさん、ありがとうございます。マックス鹿児島さんもありがとうございます。ワルキーみたいだって。なんかさ、結構ワルキーってさ人気ですよね。私やってみたいな。あ、衣装がすごい可愛いイメージ。水中気泡ね、待って、本当に今ほっぺぷくってしてる。もうそろそろ痩せないと、痩せないと、痩せないと。あ、待って、爪切んないと学校で注意されちゃう。え、なんかね、この間容疑検査があったんですよ。なんか週の終わりくらいにね、で容疑検査があって、その時に爪をね結構短く切ってたんです。で、私結構今あの爪をねちょっと整えてた形を、でなんかこうやって平行に切っちゃったらさ、ちょっとあんまり可愛くないさ爪になっちゃうから、こんな感じでちょっと可愛い爪にしたいと思って、ちょっとこうやってるんですよ。そうで、でそうやって切ってたらさ、もうここは短くなるんだけど、ここがどうしてもちょっと短くなんなくて、でいやこれならこうやってもね、こうやってここが見えなかったの、その時。今はもう見えちゃってるんですけど、後ろからちょうど、あ、こうやって見えなかったから、あ、大丈夫だと思って学校行ったらね、これダメって言われてね、切ってって言われたんですよ。だけど切ってないんだけど、まだだから切んないといけない。忘れてた、危な、また怒られるまた怒られる、また怒られる。そう、こうやって爪が後ろから見えたらダメ。ここはじゃあ、ここの人差し指はさ、ダメじゃん今。でも先週だからね、1週間で爪ってこう結構伸びるんだよね。そう、厳しくないと思って、厳しい。ショートさん、ありがとうございますね。学校のそういう検査ね、あれですよね、ここちょっと切られすぎた。ちょっとな、もうちょっと切ってよかったけど、でもワンカールができないか。高井さん、ありがとうございます。ショートさんもありがとうございます。爪の検査、私たちはスカート丈とか、あとボタンが閉まってるかとか、髪の毛、あ、待って、結構めっちゃハゲてないここ、あ、待って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 、やりすぎたやりすぎた、髪を染めてないかとか、あと前髪は言われないね。もう、あ、長かったとしても先生たちがもうあんまり言わないで、髪の毛と爪、あと靴下の長さとか結構ある。靴下がなんか違う色になってないかとか。そう、わたぼうさん、ありがとうございます。あとね、私の格好、お化粧がダメで、もう全部取っていかないといけないんですよ。取っていかないとっていうか、まあ、朝起きた時は取ってるんだけど、そう、あと口紅っていうか、まあ、ちょっとさ、おしゃれしたいと思って赤リップとかをつけたりしてもダメなんですよ。そう、だから普通のメンソレーターのリップでちょっと色がつくやつとかもダメなんですよ。だから私もね、ちょっと言われそうになったけど大丈夫だった。だから血色がいい人かだったらさ、最悪だよねと思って。でもあまり唇も緩いかな。髪の毛と爪とスカートだけ結構見えるところは言われ、今マスクしてるからさ、ここら辺は見えないの。でも化粧してて、これで学校行けたらな、楽しそうだな、この顔で行けたら。
そう、ティントとか結構日曜日に結構配信とかあるじゃないですか。だからその時に結構固有名で、これも結構ね取れにくいんですよ、この今つけてる口紅も。だからこれも結構落ちにくいから、まあ明日とかだよね、明日とかちょっと取れるんだけど取りきれない、なんかもうここについちゃうみたいな、ずっと。そう、だんだん落ちていくんだけど、これよりちょっと薄いバージョンみたいな感じだから。そう、なんかね、これはね、あのね、マスクでも取れない口紅なんですよ。こうやっても取れないの。もうマットなやつなんですよ。だから全然ツヤもないカサカサ唇になっちゃう。ゆきたんさんありがとうございます。マックスさんもありがとうございます。今日通学帰りの電車が25分以上も遅れて、通学の時のさあれって結構きついよね。きついきつい。え、ショールームって反転されてるの？ってことはこれさ、いつも見てるさ顔じゃないってことなのかな？鏡と一緒ってこと？今これが右手、右手どうなんだろう。明日授業何があったかな。ああ、ってことは私が見てるのは反転してるってことか。そうなのか。なんか結構さ、自分で鏡で見てる顔と、ね、人から見られてる時の顔、お話ししてる時とかの顔は結構違うみたいな聞いて、あ、確かに鏡はさこうそのままだけど、人から見られたらさ違うかと思って、あの鏡ってさあれだから。だから、あ、そういうことか、私どんな顔さしてるんだろうと思って。そう、どんな顔してる私。 もううるさいからかな。持久走ありますよ、持久走頑張んないと。もうイルミネーションの時期ですね。イルミネーションイルミネーションの時期、私友達と行くんですけど、行く予定、まだ日にちとかは一応決まってるんだけど、その日にあの行けるかどうかなんですけど、そう楽しみ。イルミネーション寒そう、絶対寒いよね。だからお揃いのマフラーを買っていこうって話したんですけど、何色にしようかな。YSA さんありがとうございます。そう、カップル多いね、イルミネーションは。やっぱり鹿児島今日あったかかったです。今日あったかかった、確かに制服でも寒くなかったですね。イルミネーションか、楽しそうだ。寒いだろうね。イルミネーション皆さんは誰と行きますか？私と行きますか？またとしだって、まさとし、あと、かめことっちゃうとっちゃうさん、ありがとうございます。イェーイ。行きたいね、なんか、イルミネーション。一緒にね、笑ったらさ、ここの皮がさ出てくるんだよね、私嫌だ。なんか、ね、一緒行きましょう、一緒行きましょう、皆さん。イルミネーション楽しそう、いっぱい人数で行った方が楽しいもんね。
です。高校1年生ですよ私。高校1年生です。今日学校で会ったことは、今日はね、何があったかな、今日は何があったかな、今日は朝から朝行ってどうだったかな、今日は普通の日でした。なんか特に何もなく終わりましたね。怒られてないですよ、さすがに。さすがに、いやでも怒られ、私学校で、高校でまだ怒られたことないかもしんない。高校では、高校ではって言ったらなんかめっちゃ悪さしてるみたいだけどさ、中学校でも怒られたことはない。あ、でもなんか一回宿題をなんか忘れたんですよ、家にね。でそれを忘れたの、言うのを忘れてて、先生に、あの、忘れました、すいません、明日持ってきますっていうのをもうすっかり忘れてて、そもそもね、その宅習だったんだけど、それがそもそもその宅習をあのバッグから出すことさえも忘れてたから、多分学校に持ってってても忘れてたんですよ、あの出すのをね、先生の机、先生の机っていうかなんか教卓かに出すの忘れてて、でそれであっと思って、なんか急にパッて来たのに、あ、特集と思って、で、あ、出さないとと思ったけど、めっちゃ探してもバッグの中入ったことなくて、そうで、それであのめっちゃ怒られたことある、あの、すいません忘れちゃいました、ごめんなさいって言ったら、めっちゃ怒られ、めっちゃではないけど、なんで早く言わなかったのって言われたから、え、早くって、だってそもそも出すことさえも忘れてたんだもんと思って、え、そもそもあの出すことも忘れてて今気づいてしまいました、ごめんなさいって言ったら、はいみたいな、怖ーって思って、ギャーと思って、先生怖ーって思って、授業中に眠りして怒られたことない、居眠り自体は私そんなしなくて、なんかね、めっちゃ眠いんだけど、なんか授業中では眠れない、なんかわかるかな、なんか授業中はね、なんか眠れない性質、でも座って寝れないんだよね私、多分座って寝るってなったらこうやって寝たいタイプだから、そう。 YSA さんありがとうございます。そう、なんか歌うみたいなことはするけど、がっつりは寝ない、なんか歌うってしても、え、わかんない、なんか記憶ないんだよね寝てた時って、そう、首かく、あ、待って、私ね、上向きながら寝たことは、なんかなんだったっけ、劇場公演があって、まあ、日曜日に劇場公演だったかな、で月曜日の朝に帰ってきて、で月曜日朝飛行機で帰ってきたから、まあ11時ぐらいかなに学校行ったっていうのが、結構中3の時は劇場公演にたくさん出演させていただいてたので、そういうのが結構たくさんあったんですけど、なんか普通のこう授業受けてて、で上向いたんですよ一回、あ、背伸びしようと思って、こうやって上伸びて、こうやって、なんかちょっとなんかね眠いなと思って、眠いのがなんかこうやって、そしたら上向いてずっと寝てたことある、5分ぐらい、あーって。はやと、あとチャマーズさんありがとうございます。そう、そんな感じかな、上向いて寝たことはある、懐かしいな、でも起こされると思う多分。お団子にした方がいいんじゃないこれ、こうやって、
電車では寝ないかな。電車はなんか自分が降りるところで起きれないから。でもね、なんかたまにうとうとこうしちゃう時とかあったかな。移動してる時とかうとうとしちゃう。でもなんか一緒に帰ってる人、帰ってる人っていうか一緒に一人じゃない時とかは寝ちゃう。寝ていいんだったら寝る。あ、眠いと思ったら寝るけど、あんまり一人の時は寝ないかな。車両とかだったら寝るけど、バスとか、あ、バスどうだろう。誰か一人一緒に行動してる人がいたらあれかな、なんていうの、寝るけど、なんか自分だったら絶対起きれる気がしなくて寝ないかな。ちょっと待って、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。待って、今ショールーム開いてたの。自分と思ってちゃんとホームにいるのかなと思って、違う方の配信開いちゃった。はやと、あとチャモーズさん、ありがとうございます。あ、なんか電車の思い出だったらあるよ。なんかめっちゃ優しいって方、あとか飛行機とかもあんまり結構あるんだけど、なんか私がキャリーケースを持ってて、あので電車で、東京の電車でなんだけど、ですっごいね、その時がちょうど空港から自分の行きたい場所、自分の行きたい場所っていうか、次のお仕事場所みたいなところに行こうって移動してた時に、ちょうどあの帰宅ラッシュみたいな、みんなが帰るラッシュみたいな、帰宅ラッシュっていうのあれ、なんかみんなが会社員の方とかお仕事の方とかが、あのみんな結構帰る時間にちょうど合わさっちゃって、その時間がちょうど夕方とかの微妙な時間の、その時に私が電車にこう乗ってて、ああもうすごい満員だと思ったけど、多分これ次の待ってもさ、そういう時間ってもうパンパンじゃないですか。だから、ああもうこれに乗るしかないやと思って、それも次の時間がさもうなかったから、もうこれに乗るしかないと思って乗ったんですよ。でしたらもう案の定めちゃめちゃ押されるし、それもキャリーケースあるからさ、もうほぼ2人分のじゃん。それもさ、身長私低いからさ、え、なんだこんな人みたいになって、めっちゃ押されてて、で自分の時に降りる時にね、ドアの近くじゃなくて結構中に押されちゃってて、私がで座席のちょうど真ん中ら辺だったんですよ。で私が出ようとしても出れなくて、でそれでもうドアが閉まりそうになっちゃったのね、私が降りるところで。そしたらまだ降りる人いますよって大きい声で言ってくださった方がいて、それでみんなが道開けてくださって、皆さんがで、そこでこうひょーって行けたんですけど、すっごいと思って、すごいありがたいと思いました。そう、めっちゃ辛いっていうか、めっちゃどうしようって思った。なんかなんていうの、こんなさあれだからさ、なんかごめんなさいみたいなのも言えないし。そう、あとね、飛行機は結構あれ、なんか私結構ね、荷物をさ上に上げれなくて、あのちっちゃいから届かないんですよ。そう、だからちょっとちっちゃいから上にこう届かなくて、で多分届いたとしてもね、帰りがさ、みんなこう出ていく時にもうめっちゃ時間かかったらもう面倒だし、後ろの方に迷惑かかるかなと思って、あの座席の下に入れれるんですけど、あの飛行機ってそれに結構、あのもうめっちゃ押し込むのね、私。あの大きいバッグとかもそこに入れたり、あとジャンバーとか今の時期羽織るものとかもそこに入れたり、あと膝にかけたりするんですけど、そうで私が頑張って入れてたら、その時ちょうどねお土産みたいのを持っててパンパンだったんですよ結構。そしたら上に入れましょうかって言って入れてくださったんです。でもたまになんか入れてくださったのはすっごいありがたくて、もう本当に感謝って方なんだけど、なんかちょっと飛行機の時間が遅れちゃったりして急いでもう降りられちゃって、私の荷物をね、あの取ってくださいって私が言えないのもあるんだけど、取れない時があるんですよ。だから、あ、もしかしたらそれになんないよねと思ったんですけど、ちゃんと帰りもはいどうぞって言って取ってくださって、あ、優しい方だと思って、
だからありがとうございますってめっちゃ言いました。そう、なんか CA さんがやってくれるんですけど、ちょうどね CA さんがあのなんていうの、ちょうどいないっていうか、なんていうの、自分の近くにいない時とかでが私多くてね、そうめっちゃ優しい方と思って。そう、でもそういう方って大体読書してらっしゃるイメージ、飛行機の中で大体ね。そう、そういうこと。そうとか、パソコンポチポチしてらっしゃったり、ね、私もそういう方になりたいんだけどさ、そういう方になろうと思っても自分がそもそもさ、こう届かないからさ、そうだからできないんですけど。身長は私よりは高いですよね、だって入れてくださるからそう、優しい方だなって思ったり、そういうのは結構あるかな。清さんありがとうございますとか、結構飛行機だったらやってくださる方が多くてすごいね、あの感動しちゃう。パープルさんありがとうございます。そう、じゃあ今日はここら辺までで終わりましょうかね。じゃあスクショタイムしようかな、しようかなってすごい上から目線だね。してもいいですか、スクショタイム。スクショタイム、スクショタイムね。はい、いきます。ね、みんなご飯ですかとか言うけど、ご飯じゃないです、もうご飯食べた後です。ご飯は食べましたもん皆さん、もう私が終わろうとしたらみんなご飯って思うんですから。もうちょっとあれです、ちょっともうちょっと顔をきれいに完成させて、皆さんこの後の抽選配信ぜひ見てください。私が何の曲になるのでしょうか、祈ります。いきます。100位ミックスさんありがとうございます。88位マクベさんありがとうございます。48位ガウリーさんありがとうございます。47位大木正義さんありがとうございます。13位パープルさんありがとうございます。12位竹猫17さんありがとうございます。11位トッポギさんありがとうございます。10位ハウアット台湾さんありがとうございます。9位セッキーさんありがとうございます。8位マックスさんありがとうございます。7位ワタボーさんありがとうございます。6位キヨシさんありがとうございます。5位ユキタンさんありがとうございます。4位マサトシアットカメコとっちゃうとっちゃうさんありがとうございます。3位ショートさんありがとうございます。2位ウホウホホさんありがとうございます。1位ハヤトアットチャマーズさんありがとうございます。皆さんありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ皆さん今日もありがとうございました。じゃあこの後の配信ぜひ見てください。バイバイ。今日もあ月曜日だね、今日月曜日、お疲れ様でした皆さん。明日も頑張りましょう。バイバーイ。